皆さんこんばんは。札幌サウンドストリーム TV、遅れましたがスタートいたしました。はい、2月の放送となっております。ちょっとアクシデントがありまして、マイクの調整等で時間を取ってしまいました。無事にスタートできました。ここからどうぞよろしくお願いいたします。私は MC を担当しております森理恵と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ、では番組からの、ご案内と、それからスタジオのご紹介をお願いいたします。この番組札幌サウンドストリーム TV は、美容室 R628、 音楽教室メリフラウズサウンド、花とカラーのアトリエフローレアールの共同制作です。また番組内で使用している楽曲はすべてメリフラウズサウンド制作のオリジナルです。北海道から癒しをお届けする音楽とビューティーがテーマの番組、ごゆっくりとお楽しみください。 Twitter や Facebook からのソーシャルストリームでの投稿もお待ちしています。続いてこちらのスタジオ、札幌サウンドのご紹介です。札幌の西側、緑豊かな丸山にある美容室に併設されたユーストリーム対応のスタジオです。スタジオは1階に白いグランドピアノが置かれており、吹き抜けが開放的なイベントスペースとなっています。また2階はイベントスペースのほか、レンタルスペースとしても開放しており、個人の小規模な配信を行うことができます。ユーストリームに必要な機材はすべて揃っていますので、どなたでも気軽に配信することが可能です。詳しくは札幌サウンドのホームページをご覧ください。リエズガーデンのコーナーになります。じゃあこっち映りますね。よいしょ。はい、すいません、仕切り直します。お花とカラーで癒しと気づきをお届けする、簡単なお花のレッスン、それからカラーのお話などをお届けするコーナーとなっています。今日も、春をちょっと先取りした花しらいをお届けしていきたいと思います。はい、今日のお花はこちらになります。白とピンクとイエロー、そしてグリーンといった感じの爽やかなお花を選んでみました。今日はメインになるのはピンク色のバラ、アンブラッセという名の、丸咲きのとても可愛らしいスプレーバラになります。それから中が黄色くって花びらが白い、こちらはマーガレットになります。そしてマーガレットの下にあります白の、細かいお花がたくさんついているのが、これがレースフラワーになります。そしてこちらになります。このピンク色のはワックスフラワーって言います。そして一番こうひときわ目立っているのが黄色いお花、これはミモザアカシアと言います。はい、そ
してこちらのグリーンの小さなお花が集まっているのがアルストロメリアになります。今日はこちらのお花を使って何をしようかというとですね、そろそろ、まあ、昨日はバレンタインだったということもありますし、3月になるとひな祭りとか、それから、ホワイトデー、また卒業式など、お花のギフトを贈る機会が増えてくるシーズンとなってきます。で、今日はギフトボックスにお花を入れるだけで、かわいい花しらになりますよっていうのをやろうと思って、箱にオアシスを詰めた状態になっています。で、こちらの方にお花を差し込んでいきたいと思います。はい、細かいお花、いつもはグリーンから入れていくんですけれども、細かいお花を入れていきたいと思います。ランダムに色を散らすような感じでちょっと入れていきます。はい、で、お花を入れていきますね。お花を切るときは斜めに切ります。断面が広い方が、お水上がりがいいですし、尖っている方がお花を刺しやすいという利点があります。これはメインになりますね。蓋を閉めたときにお花にぶつからない方がいいので、なるべくこうすり切りに入っていくような感じで入れていきたいと思います。もう今日は箱がちっちゃいので、あっという間にいっぱいになってしまう感じですね。あ、いい感じで写ってますね。はい、じゃあどんどん入れていきたいと思います。なるべく短めにして、お花の顔がよく見えるようにまっすぐ差し込んであげるといいと思います。本当にただ切って刺しているだけのような作業ですけれども、とにかく一つ一つのお花が可愛い感じに見えるように入れていきましょう。すごい腰に負担がかかります、この姿勢。いいですか、こっちなんだよね。あ、大丈夫、前に出れば大丈夫。はい、レースフラワーはこれね、細かいお花ですけど、一つ一つに分けて入れていきたいと思います。しっかり刺してあげると大丈夫ですか。フラワーっていうお花になるんですが、オーストラリアンフラワーの種類ですね。オーストラリアっていうのは日本とは季節がちょうど逆になりますから、大丈夫、なので日本が冬になるとオーストラリアの方ではお花が出てくるんですね。で、この細い葉っぱなんですけど、見えるかな、これ、ここをちょっとこう爪で割って、香りをちょっと嗅いでもらえます。おお、いい香りするでしょ。レモンみたいなスーッとしたいい香りがしますね。
当にあの箱のデザインとか、あとあのお花の種類を変えるだけでいろいろなシーンに使えます。例えばワックスフラワーもあのこういうふうによく見てもらうと、あのお雛様の、お飾りについている桃の花みたいな感じも見えるので、これあのひな祭りの時なんかに作ってこうギフトとしてプレゼントしてあげても可愛いと思います。なるべくあの箱にびっちり入っている感じが可愛いかと思いますので、隙間がないように入れていきましょう。今日あのお花屋さんに行ってきたんですけれども、あの昨日のバレンタインデーは忙しかったですかっていうふうにちょっと聞いてみました。そうするとやっぱりあの日本の国っていうのはバレンタインはまだまだあの女性が男性にチョコレートを届けるっていうのがまだまだ主流で、昨今あのフラワーバレンタインって言って男性が女性にお花をプレゼントするっていうのを、ずいぶんあのお花業界とか農林水産省とかではあの推奨してるんですけれども、なかなかまだ浸透していないっていうのをあのお花屋さんのオーナーさんが言っていましたね。私はあの普段アレンジメントの教室とかをやってる中で、花送りの達人養成所っていうあの位置づけをあのしているものですから、できれば男性もあの女性も気軽にお花をあの送り合う習慣みたいなものがあの増えてくるといいなというふうに思っております。ソーシャルストリームにはメッセージが届いているようです。山地38さん、リカさん知ってますか？知ってます？ちゃんと見れてますよってリカさんって来てました。東京の方ですか？あ、嬉しいですね。あの山地さん、もうちょっとしたらリカさんアップで出ますのでご一緒してください。時間ではありますが、こんな感じで、はい、ギフトボックスにお花を詰め込んで、はい、こんな感じにすると可愛いかな。これあのキャンドルが入ってた空き箱なんですよね。ミレナーズキャンドルっていうあの素敵なキャンドルをあの頂戴した時にあった箱ですね。はい、これ本当にあのいろいろな花材でやってみると、本当にあのオアイスを入れてそのまんま、上からあのまっすぐまっすぐまっすぐあの色の配色とかそれから組み合わせを考えながら入れていくだけで、あの可愛らしいギフトになるかと思います。はい、今時はあの100均なんかでもあのたくさん可愛いギフトボックス売っていますので、そんなのを使ってあのたくさん、はい、作ってみてはいかがでしょうか。はい、今日はなんかマイクやら何やらちょっとアクシデントが続いたりもしてますけれども、こんな感じで、はい、2月のリエズガーデンも、はい、終了となります。また来月も素敵なお花、素敵なお話をお届けできたらと思っております。はい、それでは番組からは CM になります。
続きましては、北海道ビューティーナウのコーナーになります。北海道の女性起業家をお迎えして、その方の魅力に迫るコーナーとなっております。今日も美しいゲストをお迎えしております。はい、フルールドアウィーネ代表の田中理香さんです。理香さん、どうぞお入りください。はい、こんばんは。こんばんは。今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。じゃあ簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、庭で、お花の仕事をしてます、田中理香です。オートクチュールフルールと言って、桂由美さんが、会長する、アーティフィシャル、今日作ったのは生の花なんですが、はいはい、アーティフィシャルフラワーを、いろいろばらして、はい、いろいろなお花を作ったりとか、はい、する、それを指導また、販売等しております。はい、ありがとうございます。今日は雪の中恵庭から来ていただいて、はい、ありがとうございます。恵庭といえばもうご案内に入っていきますけれども、理香さんはずっと恵庭出身ですか？ですね、生まれが札幌平岸で、はいはい、その後静岡、九州でまた静岡行ってまた真駒内に戻って、はい、で恵庭に行ったのは、だいたい四半世紀ぐらい前ですかね。四半世紀前ですか。はい、ついこの間ですね。そうですね、若い頃ですね。はい、そうですか。すごいあちこち点々とこう広い範囲で、そうですね、北から南まで。はい、私父が自衛官だったものですから、もう全国いろんなところに、ね、ふついて行って、はい、はい、そうですか。どこが一番好きですか？そうですね、やっぱりなんか北海道から行って、まあ、結局北海道に戻ってきて、うん、やっぱり四季がはっきりしてる、はい、やっぱ北海道が一番ですね。なるほど。冬は好きですか？うん、冬も好きです。冬も好きですか？はい、そうですか。子供の頃って冬は外で遊ぶの好きでしたか？そうですね、なんかまあ、冬だから遊ぶっていうわけではないんですけど、うん、なんか普通に、うん、雪に慣れ親しんでというか、はい、で真駒内なので、はい、特にスキー場もありスケート場もあり、はい、そうですね、でまた雪まつり会場も以前は、真駒内会場もあったので、盛大でしたよ ね、 そうですね。冬は好きです。はい、そうですか。はい、今ちょうど冬季オリンピックが開催されていますけれども、昨日はフィギュアをやってましたが、はい、暑くなっていたと伺っておりますが。そうですね、なんか見てるうちに朝まで、はい、最後まで見てしまい、なんかやってたんですか、フィギュア？やってました、やってました。朝5時ぐらいまで。あれ、見て。リカさんがやってたんじゃないの？ああ、そういうやってたっていう話ですね。はい、はい、私は真駒内に行った時に、小学校、はい、中学校の途中まで、はいはい、フィギュアスケートを真駒内でやってました。なるほど、滑ってたわけですね。はい、そうですね。今でもじゃあ全然滑れる感じですよね、きっと。と思いますが、ちょっとあまり自信はないかもしれない。ジャンプはちょっと無理でしょうっていう感じですね。あ、でもすごいですよね、何年もやってらっしゃった。はい、そうですか。まあ、そんな理香さんなんですけれども、今はお花をやっていらっしゃる。はい、きっかけはどんなところだったんでしょうか？ですね、きっかけが、はい、恵庭に行って、恵庭っていうのが、はい、花の町って言われてるんですね。そうですよね、はい、ガーデニングとか。そうです、そうです。はい、恵みのっていうところがすごいガーデニングが盛んで、うん、で、また、エコリ村ってご存知ですか？うん、はい、聞いたことあります。エコリ村で、ガーデニングをテーマにした、はい、すごい30種類の、ガーデン、いろんなガーデンがあって銀河庭園ってあるんですが、はい、それができるっていうお話を聞いた時に、はい、そういうテーマパークが、ガーデニングのテーマパークができるんであれば、お花の好きな方とか、うん、恵庭の外からいろいろな方が来るだろうと、はい、そうしたらなんかお花のことを、うん、やってた方がなんかいいのかなっていう感じで、うん、最初はガーデニングから始まったんですが、それから、アレンジメント
でプリザーブドフラワーで最終的にはその桂由美さんが、はい、あのプロデュースした、オートクチュールフルールっていう流れで。なるほど、はい、あのお写真もお預かりしているので、はい、お写真も拝見しながらお話を聞きたいと思うんですが、はい、写真出ますか。はい、はい、こちらの方はアレンジ。そうですね、はい、これも、アーティフィシャルフラワーで、はい、ちょっとパリスタイルの感じで作りました。多色使いですごい綺麗ですね。 ありがとうございます、はい、ソーシャルストリームでメッセージをいただいております。ティーリーフィーさん、お久しぶりです。今日見に来ていただいてありがとうございます。本当に久々で、またぜひ毎月やってますので遊びにいらしてください。ありがとうございます。はい、そんな感じですね。はい、じゃあ次のお写真お願いします。はい、これは、先ほども言いました桂由美さんのオートクチュールフルール、はい、これは認定講座の中のカリキュラムの一つで、はい、ブルーのピオニー、まあ、はい、実際には、はい、まあ、ない色のお花なんですが、ピオニーっていうのは芍薬のお花ですね。そうです、はい、でそれを、バラして、はい、で組み立てて、はい、これはヘアアクセサリーですね。はい、いや素敵ですね、すごくね。なんかアートならではの色っていうのがありますよね。そうですね。あ、で先生だ。そうです、桂由美会長ですね。誰もがご存知かと思うんですけれども、はい、このターバン巻いて、そうですね、はい、トレードマークで、もう何度もやっぱりお会いして。そうですね、一番最初は、はい、レクチャーを受けて。なるほど、はい、どんな先生ですか。ですね、最初は本当に会うまでは、はい、なんかすごくこう、なんて言うんでしょう、うん、上の人って感じだったんですが、はい、実際会ってみたらすごい気さくで、はい、それこそ気さく で、はい、ですごい感動したのは、普通桂由美先生ぐらいになると、うん、はい、運転手さんがいたり、はい、周りのなんかお世話する人がいそうな感じに、はい、見えますよね、見えますよね、はい、ところがなんか聞くところによると、うん、移動するのは全部タクシー で、はい、で荷物も全部自分で持って、はい、一人で行動するっていうのを聞いて、わすごいなと思って。なるほどですね、はい、もう全然若いです。おいくつなんですかね、わ、はい、かんないよ、いいんでしょうかね。ですね、もう80はとっくに超えてね、いるんではないでしょうか。そうですか、はい、でも若いくてびっくりしました。美しいですね、はい、そうですか。やっぱりリカさん自身お花の教室をされていて、はい、まあ、先生から手ほどきしたこともあるでし、されたこともあるでしょうし、自分が日頃何かこう心がけているようなことってありますか、先生として。そうですね、お花を作る時は、うん、はい、まあ、心がけてるというか、はい、まあ、やはりいい音楽を聴きながら、はい、はい、で結構メンタルで作れない時って作れないんですよね、うん、なるほど、はい、はい、なので、ただ作るんじゃなくて、うん、やっぱり自分の気持ちだったり、はい、いろいろな状況を花に込めてというか、はい、なんかそういう風に作りまして、まあ、ブライダルの花だったりとか、はい、もうとことん、うん、お客様と、はい、話をして、はい、はい、でもう本当に世界に一つだけっていうお花を作ろうと、はい、いつもしてますね。そうですか。というとどちらかというと先生というかティーチャー業っていうよりはアーティストとしてこう作ってこう提供するっていう方が力を入れてる感じですか。そうですね、今は、まあ、半分半分ぐらいですかね、はい、はい、そうですか、うん、いやでもその世界に一つだけっていうの、うん、特にブライダルとかなんかだと女性は本当にそれ憧れですもんね、うん、そうですね、はい、今までいくつぐらいブーケを作りましたか。わ、数えきれない数えてないかな。で結構、はい、ブライダルは挙式
披露宴、はい、二次会、うん、結構今、はい、もう3つとか4つとかやっぱドレスに合わせて、あのお花を注文なさる方多いんですよね。なるほど。なので浸透してきてるんですね。そうですね。で今あの和装でも風景を持つ、はい、和装ブーケね、はい、かつら被んない分、はい、あのヘッドドレスとブーケを持つ方増えたんですけど、うん、なるほど。なのでなんか数にしたら結構な数ですかね。そうですか、はい、次の写真はあれは何かな、はい、これこれも、かつら指プロデュース、はい、オートクチュールフルールの中の、コースがあるんですけど、ブライダルコースの中の、はい、デザインを用いて、はい、実は、今日ですね、はい、あのフォルクスというあの、1月にメジャーデビューした、はい、あのグループがありまして、あの昔、はい、ガリレオガリレに行ったメンバーがまた新しいグループを作って、はい、ミュージシャン、そうです、そうです、で、はい、あのライブは恵庭でしたんですが、でそのお友達がぜひ、うん、みんなで、はい、お花を贈りたいって何日か前ちょっと急だったんですが、それで、今のお花を、はい、昨日作りまして。昨日作ったんですか。そうなんですよ。さすがフットワークの軽いリカさん、仕事も早いんですね。ありがとうございますでちょっとメタリックっていうか、まあ、プラスチックっぽいちょっとメタリックな、はい、コチョウラン、これもグリーンのコチョウランって絶対ありえないお花なんですけど、はい、これもやっぱりオートクチュール、はい、フルールの、はい、特徴の一つなんですけど、はい、素敵ですね。でこれを今日6時から多分始まってるので、もう、あ、じゃあ手渡ったかなという感じですね。そうですか、これも世界に一つですね。はい、そして次がこれはお野菜、はい、そうです、はい、これはそうですね、うん、野菜、果物、はいはい、これもフェイクなんですか。そうです、これもアーティフィシャルで、はい、これは、某いいのかな、多分、某すすきのの、はい、居酒屋さんっていうのかな、はいはい、某クック農園って言うんですけどそこに多分飾られてるはずです。なるほど、はい、そうなんですね。すごいリアルですよね。そうですね、結構遠目で見たら、いや、分かんない、ちょっと分かんないかもしれないですね。これディスプレイ用っていうか。そうです、そうです、飾り用ですね、はいはい、山地さんです、ね、山地さん、はい、そこは年を当たるところではないっすわすいません、言っちゃったね、私がリクエストしちゃったからね大画面テレビで見てますよですって。はい、照れますね、はい、写真はこれで全部ご紹介しました。そうですね。あれ、なんかソファーの写真なかった。ありましたね。ありましたよね、はいはい、はい、これは何ですかね。これはですね、今年、年末年始にかけて、はい、恵庭市の、はい、市役所の中の応接室ですね、はい、そこに今飾っていただいているお花です。でちょっと和の感じで、はい、椿とかが入ってるのかな、ね、はい、ちょっと畳が、また、はい、畳とあと竹、まあ、お正月もあったので、松竹梅を入れて、はい、あと椿と、はいはい、やっぱりアーティフィシャルってこう持ちがいいのが何よりやっぱりいいですよね。そうですね、綺麗なままこう長く、はい、そばにいてくれる感じですよね。はい、はい、じゃあ次のお写真お願いします。これは皆さんで記念撮影なのかしら。そうです、これがですね、はい、また今年もやるんですが、はい、恵庭で恵庭フェイスブック祭りというのを、はい、去年やりまして、はい、でその時に、まあ、恵庭のいろいろなお店だったり、はい、いろいろこうフェイスブックでチェックインしてくれたら、はい、何かしらのこうサービスをしますよという、1日のみなんですが、はい、それをしたんです。で、はい、その中で、はい、一箇所、iPad
iPad の勉強会を、はい、そのお祭りに合わせてやろうということで、はい、東京からiPad 活用研究会というのが Facebook 上であるんですが、はい、その代表の林先生に、はい、来ていただいて、で勉強した、皆さんですね。なるほどですね、はい、同窓生みたいな感じですね。そうですね。でまたあるんですか。そうです、今年も、はい、4月19日、はい、土曜日なんですけど、第2回にはフェイスブック祭りということで、はい、またやることになっております。なるほど、はい、それはこう始めるきっかけっていうのは何だったんですか。ですね、はい、きっかけは、うん、まあ、エニワの、はい、活性化。なるほど、はい、あとどうやったらエニワに、はい、エニワの外から、はい、エニワに人が、なんせ、うん、千歳ってみんな知ってるんですよ。千歳空港、はい、空港があるんで、うん、で札幌、小樽、函館、はい、うん、エニワって言っても、うん、どこにあるのみたいな感じで、結構そんな感じなんだ。絶対本州の方は多分、はい、空港降りたら、うん、絶対通ってるんですよね。ですよね、札幌と千歳空港の間ですもんね。そうなんです、なんですが、なかなか、はい、ね、寄っていただけないので、うん、はい、なんとか知ってもらうのを一つ、うん、あとは、はい、恵庭の外から、はい、恵庭に遊びに来てよっていう感じで、はい、じゃあなんかやろうよって言った時にたまたまフェイスブック、はい、うん、そうですか、はい、なるほどね。もうフェイスブックもだいぶ長くなりましたもんね。そうですね、もともとだってそうです、ここもフェイスブックで、はい、で先生ともフェイスブックで、そうですね、知り合って、ご一緒させていただいて、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、あとですね、言い足りないこととかはないですか。これですね。あ、そうですね、はい、ですね、今日、はい、この番組を、見たっていう方限定なんですが、はい、10名限定、はい、で、コサージュを、はい、作るレッスン、うん、で、レッスン料無料、あらで、材料費2000円のみで、はい、コサージュがだいたい2時間くらいでできるんですが、はい、2時間2000円で、はい、まあ、材料費のみですね。まあ、いろいろ、まあ、色だったり、はい、お花も選んでいただいて、自由ですね、はい、いやそれは、はい、行ってみたいですね。2way で紙にもピン止めのようにしても使えるし、はい、ピンで、うん、胸につけたりとか、はい、バックコサージュとかになるっていうものなんですけど、はい、まあ無制限と言いたいところですが、10名限定ということで、もう十分だと思います、はい、ありがたいです。じゃあご予約は直接リカさんの方に、はい、そうですね、はい、行っていただければ、はい、お問い合わせ先はどちらになりますか。はい、例えばホームページで検索をするときにこういうキーワードがいいですとか、はい、あとフェイスブックページもありますね。フェイスブックページで、はい、見ていただくと、はいはい、いいと思います。フルールダーウィネで。そうですか、じゃあ、はい、そこに直接メッセージで、はい、札幌サウンドストリーム TV ユーストリーム見たよっていうと、はい、材料費の2000円のみで、はい、コサージュが作れると、はい、ありがたいことです。限定10名です。10名、そうですね、そこ大事ですね。そこ大事です。そうですね、はい、限定10名です。あとは何か言い忘れはなかったでしょうかね。はい、あとは今後とも Facebook でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。とんでもありません、よろしくお願いいたします。はい、今日はリカさんが出てるということなので、たくさんの方が視聴してくださっていますね、はい、あとで見たよとか、はい、あと終わった後もアーカイブで録画で見られますので、リカさんのお知り合いの方、今日見逃したっていう方にはそれをぜひ伝えていただきたいと思います、はい、じゃあリカさん今日はお忙しい中、はい、雪の中本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあありがとうございます。番組からは CM になります。どうも、こんにちは、いらっしゃいませ。顔というより、いらっしゃいませ。
どうも。こんにちは、いらっしゃいませ。顔というより、いらっしゃいませ。来た時と、人間と違うのかな。こういう感じで。
いいね。はい、次はビューティーコーナーになります。最近ずっと一緒にパートナーとして同じ美容師として、正統派な美容師2人で、このコーナーを設けてるんですけれども、後藤さん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。後藤さん、ヘアスタイル変えましたね。そうです、オリンピックに合わせてちょっと変えてみました。なんかいい感じになってると思いますけれども。はい、ありがとうございます。それで早速なんですけど、はい、私たち2人に、はい、いろいろ質問コーナーっていうのを前回やってたと思うんですけれども、はい、なんとうちのスタッフが、うん、ちょっと学生さんから結構質問来てるんだけどっていうことで。本当ですか。その中でこのコーナーでちょっと質問を3つぐらい今日あげて、この答えに、多分美容学生らしいんですよね。美容学生ですね、はい、あら、今ちょうど時期的に、あ、進路迷ってる時ですからね、ちょうどいいんだ。そうそう、それでなんか私たち一応二人の、まあ、はい、お話っていうことで、はい、まあ、ちょっと先生ながらちょっと質問に答えていきたいと思います。 どんな内容ですか、はい、今日ちょっと3つぐらい、あげたんですけれども、はあ、ははあ、まずこれ、はい、これ見せちゃったのか。あ、いいです、いいです。あ、プリントもしてあるんだ、ちゃんと。あ、プリントしました。すごい。いや、普通。あ、そっか、普通です、普通ですか。質問まず一つ目、若かりしき頃の失敗談を教えてくださいっていうことで。失敗談、後藤さん何年ぐらいだったんですか、美容師になって。僕はね、美容歴ですか。はい、美容歴18年ぐらいですかね。ガクさんどれぐらいですか。僕で止まってますけど、あら、同じぐらい、17年。でもそのぐらいですよね、年代的に考えるとね。そうですよね、うん、そうそうそう、17、8年ぐらいでしょうかね、大体。で、失敗談はやっぱり僕、はい、新人の時に、ええ、結構恥ずかしい失敗をしてて、で多分それなんて一番分かりやすいと思うんですけど、はい、ちょうど写真が僕は1年目、美容師歴1年目の時の写真を用意してもらってるんですけども。見たい、テレビじゃなくてユーストバー見てる方、YouTube を見てる方は多分あると思うんですけど、見えるこれ、僕シャンプーしてるこれはやばい。目つぶってシャンプーしてる。あ、そうそうそう、目つぶってシャンプーしてると思うんですけど。めちゃ目つき悪いですね、これ。大丈夫です。もともと目つき悪いんですけどこれ大丈夫ですかね。これ1年目の時、この時に、はい、忘れもしない、うん、失敗談があって、はい、再現していいです。ん、再現ここでしていいです。あ、いいですよ。どういう感じですか。再現、ちょっと今スタッフにタオル持って、お父さんマイク外して、はい、あ、こっち行きますか。はい、あ、こっちでいいんですよ。はい、大丈夫ですか。ですね、はい、これ、あ、見えてます。失敗談、タオルターバンつって、まさにシャンプーをあげた時の話なんですけども、はい、あ、シャンプーしましたと、はい、シャンプー終わっ て, 終わってこうなりますと。あ、シャンプー起こしました、起こしました、お疲れ様でしたって。濡れてます、髪の毛濡れてるのをくくる時です。はい、事件が、はいはい、事件があった時に、ええ、僕はもう半年ぐらいだから慣れてきたんですけど、はい、タオルターバンで髪の毛を押さえて、はい、失礼しますって、こういう感じです。はい、そして事件が起きたのは、その時のお客さんが多分ね50代だったと思うんですけど、はい、体格のあるので、体格関係ないんですけど、はい、ターバンこうして、僕はこうやってやるんですけど、はい、この時に、だいたいこう新人の時はこう見てこうやってやったり大丈夫この映像はい映像先に大丈夫まあいいや、はい、その時に、うん、僕は慣れた手で、はい、慣れた手で、はい、お客さんのまぶた掴んで、おいおい、タオルのここをガクさん、ガクさん、ちょっとまずいまずいまずい放送コード超えてる、このま
まずいまずい。この50代のお客様から、はい、そこ違う。一言ツッコミいただいた。それまずいですね。ガクさん今すごい気持ちよかったです。これ放送的にまずい行動だよね、これ。ほんと赤面するくらい恥ずかしいですね。これは確かに、でもガクさん結構気持ちよかったです。まぶた様で。まぶた気持ちよかったです。まぶたフェチかって。僕はね、若かし、今ちょっと やられながら考えたんですけど。今考えたんですか。今考えました。当時僕は東京にいまして、ヒローガーデンヒルズっていう場所の向かいにある美容室で働いていたんですけれども、そこでですね、お客さんがこう、接客してる時に女性自身見てたんですね、お客さんが。でそこでですね、まあ、結構有名人とか、まあ、業界人が結構多かった美容室なんですけど、こう見てた時に女性自身を見て、僕は拾って話して会話してたんですよ、内容もなかったんで。いや最近例えば、ケムロ、T ツヤさんとかの、はあ、まあすごいですね、結構大変そうですねみたいな、ええ、まあ今からだいぶ前の話ですけどね、ええっていう話をまあそのお客さんとしてたらですね、そのたまたまその女性自身を見てたお客様が木村哲也さんのお母さんだったんですね。え？そこでたまたまお母さんだったんですよ。お母さんが通ってた美容室だったんです。で僕も知らなくて、まあ木村さんっていう名字だったんですけど、まあそれは名字、あらそういえばじゃあもしかしてこのお母さんなんだなっていうことで、そこで初めて分かったんですよね。で最近木村哲也ティーツヤさんのお母さんは最近宇都宮 D さんが最近遊びに来ないねっていう風に言ってましたけどね、一言ね。本当ですか。はい、まあ面白くないんで次行きましょうかね。はい、じゃあまあそういうオチがありましてね。じゃあガクさんこれどうなんですか、美容師。もう次、早いですか。次ですか。あ、早いですか。あ、じゃあ次、僕の仕事ですから。あ、そうです、すいません。では美容師になって、大変だったお話ということで質問が来てますけれども、はい、まあ、僕は、まあ、単純に、うん、まず休みがない、うん、時間がない、うん、お金がない、うん、やっぱりこれが、ずっと続いてますね、うん、今もなお続いてます、うん、そんなことないじゃないですか。いや知ってますよ。何を僕の知ってる、何を知られてんだろう。そうですよね。どうやって生活してたんですか、はい、その最初の頃とか当時ですね、はい、いや、やっぱり買い物は現金ができなかったんで、現金ないんで、現金がない、何かとこうやっぱりクレジットカード結構使いましたね。僕はもう本当にもう普通でもうクレジットカードをよく使いましたね。あ、使いました。それがあだとなったっていう。あ、はい、やっぱりね、それは今もな、ありますね。うちらの業界は本当に給料がね、はい、僕も同じなんですけども、東京に住んでた時に給料14万円だったんですね、うん、それで家賃が8万6000円で、目黒の学芸大学に住んでたんですけど、はい、で残るお金っていうのがまあね、そんなないわけじゃないですか。で月の支払いが25万ぐらい来てたんですよね。カードの当時カードのキャッシングって非常にしやすくてですね。でキャッシングしてはパチンコ行って、まあ、増やせるかなっていうんで、ちょっと増やしたりとして、当時ドカベンっていうパチンコ台がありまして、そのドカベンのパチンコ台にはまっちゃって、そこでまあお金を費やしてですね、まあ、食いつないでたっていう。だからその14万円の給料なんだけど25万円の支払いをしてっていうような繰り返してたら、まあ、ブラックになってしまいましたよね。形的にだ10年間ぐらいクレジット10年間ぐらいクレジットカード使えなかったんですね。あ、皆さん気をつけてください。すごい今日なんかもうなんか2人ともなんかお金の話しかないですね、まあ、結構やっぱり、まあそうですね、どうです体力的には大丈夫でしたか。体力的にはそんなに僕はでもそれは大丈夫なんですけれどもね。でもやだ、時間がなかったですね、やっぱりね。時間で、プライベートな時間がない分、うん、今なんか逆にちょっと時間ができてきたので反動でいろいろこうなんかいろんな、うん、まあ、遊びというか、まあ、うちは家族があるんで、うん、そういうサービスに時間を費やしているかなっていう、まあ、バランスがうまくできているなっていう、うん、手広くいろいろやってますもんね。いやいや、そんなことないですけど。時間なんかもう家仕事終わっても帰って寝るみたいな生活だったんですよね、やっぱり、ね、そうですそうですそうです、ね、お金もないし。そうですそうですそうです。食事とかどうしてたんですか。食事はほとんどコンビニでしたね。毎日コンビニ。ほぼコンビニでもあれですよね、料金
うん、いやーそこでいう感じですよね。何ですかそれ、安いものやったとか、まあ、そう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 ね。そうですね、ローソンの冷凍うどんも100円のやつとか、まあ、そういう冷凍食品多かったかもしれないですね。お金ないですからね、はい、やっぱり、はい、まあね、あれこれうちは次後藤さんですよ。はい、後藤さん、あ、後藤さんはそれか、美容師になって大変だった、大変だった、あ、今終わったの、終わりましたね、これ、まあ、ブラックになったって話ですね、はい、はい、ドカ弁ですね、で最後、はい、最後、スタイリストになるまで何年かかりますかって、はい、あ、ガクさんどうですか、これね、どのくらいかかりました、これあの僕ね、実はもう1年目で、はい、え1年ですか、デビューって言うんですけど、そういうのって、はい、技術者になったんですよ。そう、それすごいなってよく言われて、でも1年ってなかなかなれないですよね。そうそう、でもそれちょっとオチがあって、うん、スタイリストになるまでの、うん、その判断っていうのは各サロンごとなんですよ、うん、実は国家試験は国家試験っていうんですよ、うんうん、そうですね、そのサロンさんで、ここぐらいまでのレベルに行ったら、うん、まあ明日からスタイリストさんですよっていうこと、名刺がもらえたりっていう、うん、そういうシステムなんですけども、うん、僕の時は1年目で、いや会社創立以来だねみたいな感じでちょっと言われて、エリートですね、ちょっと調子乗ってたんですよ、はいはい、でもどうやら結果的にですけど、うん、その年の年間計画っていう計画があるらしくて、うん、でその時にスタイリスト不足だったんですよ、あ、その会社がいなかった、辞めちゃってたんですか、そう、それで年間計画で今年の春に採用した、新人は、うん、ちょっとテストの判断記事をちょっと甘くしようと、そういう会社都合と、そう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 、それを知らなくて、ね、僕は一応浮かれてたんですよ、うん、あ、すげえ俺と思って、そしたら、まあ、最終的にその店長が後から、うん、いや実は判断記事低かったんだよねみたいな持ってたんですか本当は、いや違う違う違う、ちゃんと腕あったんじゃないですか、そんなことないですけどね、うん、まあ、それでまあ僕は1年でできたかなっていう、まあ、それがいいのか悪いのか分かんない、でもね、うん、童顔なんで僕37なんですけど、いまだにちょっと、じゃ最初の時ですよ、担当した時のお客1人目の、まあ、覚えてるか分かんないですけど、はい、自分がスタイリストになって1人目のお客さんの時って、はいはい、いやこんな若い子にやられるんだっていう感じは多分あると思うんですよね、うん、1人目はね、どう覚えてます、高木ジョー君、高木ジョー君、うん、ジョー君どんな感じですか誰ですかそれ小中の友達ジョー君はじゃあ結構心配そうな感じでしたか、いやジョー君はもうね僕に任せたんで、あ、そうですか、ただ僕はいつも照れ隠しで色付きの眼鏡をかけて帽子をかぶって接客してました、やっぱ、ね、なんか照れ隠しっていうか、うん、すごいなんか緊張が隠しみたいな感じでやってました、うん、後藤さんはと僕はね8年ぐらいかかりましたよ、うん、当時僕はエリートじゃないですからね、結構、まあ、遊んでましたので、当時ブラックだし、まあそうですね、ブラックですし、ソチだし、まあソチですし、うん、まあ純粋な人生を歩んできてませんので、うん、まあその有名店も辞めてしまい、うん、まあフリーターっていう今流行りのですね、まあニートってやつですか、それにまあちょっと、ならせていただいて、でその時のね写真とかが、お父さんその写真僕探しますよ、どれですか、僕のね、今ね、ちょっと送ったんですよ、これ見えてますかね、これ今なんか雑誌の表紙かな、雑誌の表紙が多分流れてると思うんですけど、出てます、はい、この雑誌の表紙この雑誌すらよくわかんないですけど、その次あたりこれね、昔ブーンっていう雑誌があって、美容師ね組んでた人で、美容師組んでた仲間で、よしじゃあ毎日ねクラブ遊びに行ってたんですね、恵比寿のクラブミルクっていうのがありまして、うん、そういうところに遊びに毎日仕事12時ぐらいまで、そこから朝遊んで仕事行っての繰り返しだったんですけど、そこでバンドが出る、まあ、クラブだったんですよね、そこでじゃあ俺らもステージ立ちたいなっていうことでバンドを始めて、結局5年ぐらいバンドやっちゃったから美容師やってなかったんですよ、で結局それで8年ぐらい経っちゃったんですよね、これ後藤さん、これどれですか、どれ、僕はねその一番汚いところの人ですねそこの中であのなんかミミズみたいなのいっぱいついてるやつですか、そうですね、それそうミミズそうですミミズがついてるやつですね、そうです、そういう経歴があって僕は8年ぐらいかかってしまいましたね、やっぱりね、あれこれ何、あ、太鼓そうなんですよ、アイヌ語のね当時アイヌ語を使って民族楽器を使う、まあ、バンドをやっておりまして、ディジュルっていうのとか、あ、まあ、バンドの話はどうでもいいですけどね、そういう、まあ、遠回りをしてきて、まあ、今に至るっていうような感じでございますね、いやそれがね今じゃもう、はい、
YouTube じゃもっぱら有名な。いや全然有名じゃないですよそんなに。うさんくさい美容師ってこと、はい、うさんくさい。いやいやいやちょっと待ってガクさんに言われたからね。ガクさんもガクさんもうさんくさくはないけどうさんくさいよね。もう何屋さんか分からなかったから、ね、でもあれですね、まあ、そんな僕たちだけど、うん、まあ、僕は結構正統派だとは思うんですけども、うん、そんな正統派じゃない正統派じゃない。待ってガクさん全然正統派じゃないでしょ、ね、そんな後藤さんでもこうやって美容師になれるっていうことは皆さん、そうですよ、どんな方でも頑張れるわ、はい、美容師になれるっていうことで、そうなんです、ニートのあなたでも美容師になれるってことです。はい、そういうことで面白くないですね、はい。まあビューティーコーナーもうこの辺で、そうですね、はい、そんな感じで、今回のビューティーコーナーはこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。これから素敵なライブがございます。あ、そうです、次はライブです。はい、あと、Q&A、ま、申し込んでますのでこちらの方、チャンネル登録、それからなんか質問項目があれば、こちらの方に、こちらの方で、多分テロップで出てると思いますので、はい、この辺です、ここにまずチャンネル登録してくださいね。
はい、お待たせしました。ここからはドーライブのコーナーになります。北海道で活躍中のミュージシャンのライブをお届けするコーナーとなっています。ライブの前にその、ミュージシャンの魅力に迫るべくインタビューをしていきたいと思います。はい、今日のゲストは、素敵なお二人です。リンクトゥーノートのお二人です。どうぞお入りください。はい、お待ちしてました。こんばんは。こんばんは。はい、女子は座って男子は立ってていいですか。そうですね。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、私たち2人、ピアノのケイネと、カホンのジュンで行っておりますリンクトゥーノートと申します。音でつながるという意味で一応リンクトゥーノートという名前がついております。はい、はい、ありがとうございます。素敵な名前ですね。ありがとうございます。これは2人でこう満場一致で決めた感じなんですか。一発でした。どっちから出たんですか。私が考えました。っていうので降りてきた感じ。そうですね、ずっと私はちっちゃい頃から音楽やってたので、はい、音楽やってるといろんな人とつながれるので、うん、はい、音楽をやってることで、はい、人間関係も、いろんな人間、人の輪みたいなものがつながっていけるといいなという意味で、はい、一応名付けてみました。今ずっと音楽をやっていたっていうことだったんですけど、はい、まずじゃあケイネさんの音楽との出会いをちょっとお話ししてもらえますか。はい、私はですね、はい、気がついたら音楽をやっていたっていう感じなんですけど、はい、実は実家の母が、はい、ピアノの、講師をやってまして自宅で、はい、なので気がついたらもう弾いてました。いつ気がついたんですか。いつでしょう。もう物心つく前からなんですね。そうですね、母が言うにはだいたい3歳ぐらいじゃないっていうことだったんですけど、そうか、じゃあ環境の中にもあったんだね。そうなんですよ。なので、あって当たり前でした。ですが、じゃあ、ジュンさんは、まあ、今、カホンですけど、はい、音楽っていつ、どんな感じで始めましたか。僕は中学校の頃に、はい、そのクラブを決めなくちゃならなくて、はい、第3希望まで書かなくちゃならなかったんですよね、はい、いわゆる部活ですね。そうですね、はい、で最初なんか面白そうなクラブを2つ書いて、まあ絶対これはないだろうって第三希望でバンドクラブって書いたんですよ、はい、ちなみに1と2も覚えてない。覚えてないですね。あ、そうなんだ、ただ面白そう。ただサッカーかなんか入れたはずなんですよね、はい、で楽しもうと思って、はい、したら第三希望のバンドクラブになって、うんうん、ただそのバンドクラブっていうのが中学校の頃ヤンキーの集まるクラブでして、吹き溜まりみたいな、まずいと、うん、そして音楽なんて一切やってないから、はい、どうしようと思ったら、うん、倉庫にですね、はい、ギターがあるのを気づいてですね、うん、お父さんに相談したら、はい、お父さんがバンドをやっていたと、うん、あ、そうなんだ、はい、でギターとかドラムとかやってたぞと、あとトランペットも置いてあったなと思って、はい、お父さんにお願いしてちょっとギターを出してもらってですね、うん、やり始めたんですね、はい、でその流れで、うん、中学2、3と上がってる時にドラムもやり始めて、はいはい、それでずっと今やってる感じですね。なるほど、はい、まあ、今日はアコースティックな感じでカホンですけど、はいはい、普段はドラムも叩いて。そうですね、ドラムの方が長いです。あ、カホンは1、2年やってるって感じですね。じゃあ2人は結成したのはいつですか。去年の3月です。そうか、もうすぐ 1年なんですね。そうなんです、早いもので。なるほど、じゃあ2人の出会いについてちょっと聞いていこうかな。そもそも2人の馴れ初めは馴れ初めってなんか面白いですね。もともと他のバンドの方で、はい、私は私で誘われて、はい、で純さんは純さんで誘われて、はい、で全然知らない人同士だったんですけど、うん、むしろ人見知り私激しかったので、はい、なんかすごい無視してたぐらいにして。無視してたんだ。最初目も合わせてくれなくて。本当に、それなんで怖かった。いや、なんか人見知りで、うん、初対面の人が苦手だったんですよ。そうなんだ。私割となんかすんなり入ってやったよね。なんか置かないオーラ出してたんじゃないかな。私は置かなくないんだ。置かなくないです、大丈夫です。なんかショッキングだな。今明かされる事実。でもなんとなくこうそんな感じだったんだ。
それが、そうですね、それが、はい、一緒に音楽をやるきっかけになって、はい、で、まあ、ピアノとカホンっていう組み合わせイコール、うん、まあ、ピアノジャックやってみたいよねってなって、はいはい、ちょっと遊びで、はい、ちょっとスタジオ入った時とかに、ええ、なんかちょっとピアノジャックやってみようよみたいな。ピアノジャックっていうのはいわゆるどんなことになるのかな。ピアノとカホンで、うん、ユニット組んでるメジャーアーティストさんで、うん、かなり今ツタヤとか、うん、ビレッジヴァンガードとかで必ず置いてある、はい、アーティストさんなんですけど。じゃあそれ風を、それ風をまずちょっと遊びでやってみようかっていう形で始まったのが一番最初ですね。そうです。それが1年前。それが2年前になりますね。で1年間はずっとそのバンドの中で、お互いやってて、はい、でまあそのピアノジャックみたいな演奏するのはその場だけ、ちょっと楽しむぐらいの気分転換しようかというぐらいの気持ちでやってたんですけど、である時結構いろんなバーのマスターさんとかに、はい、2人でやればいいんじゃないって言われて、外から、はい、なんかいいじゃんみたいな感じで言っていただけて、2人でなんか別で組んだらぐらいの感じでさらりと言われたのが。そうか、じゃあ2人でじゃあどっちかがやろうかじゃなくって周りの人がやったらいいんじゃない、あ、言われてみればいいかもねぐらいの感じで。はい、なんか面白いよね。なんかこうさっき の, バンドクラブもそうだけど、うん、自分からなんか率先してこれやろうとかじゃなくって、なんかこう周りからこういう風にこう、そうですね、出来上がっていくみたいな、ね、固められた結果的には全部いい方向になってるからね。いや、うまくいく時ってそうだもんね、はい、それをじゃあ今度は自分たちで作り上げていくっていうのが今なのかな。そうですね。そうですか、はい、ライブの情報をこの辺でお伝えしたいと思うんですけれども、はい、結構札幌でライブ活動を、そうですね、していますか。月1回から2回は必ず入ってる、ありがたいことに入ってます。はい、じゃあライブのご案内をしていただきたいんですけれども、はい、近場はいつですか。近場はまずですね、来週になります。来週の土曜日、はい、2月22日の土曜日に、はい、住処にゃん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 ですね。そうだね住川で大丈夫ですね、はい、住川のモダンタイムさんというところでですね、はい、カラスマライブ、カラフルスマイルですね。カラフルスマイル、はい、はい、杉野さんという方がですね、ずっと企画して開催してる、定期的に行ってるライブなんですけれども、はい、結構女性アーティストが多いですかね。女性アーティストメインで、そうなんですね、はい、でそれに何回か呼んでいただいて、今回は、はい、スペシャル、そうですね、スペシャルということで、うん、結構たくさんのアーティストさんが出て、はい、これは行っていいのかしら。カレー食べ放題、カレー食べ放題、あんまり押しちゃいけないのかな、どうなのかな。ライブでカレー食べ放題、そうなんです、モダンタイムさんカレーすごく美味しくて、しかも安いっていうそうなんだ、カレー食べ放題で、はい、ライブもいろいろ聞けて、そうですね、でおいくらで、1500円だったかしら。1800円。ごめんなさい、俺今間違えたかな、把握してない、ごめんなさい。カレーの分乗ってる、カレーの分乗ってるね、カレーの分が200円。すいません、これでお願いします、これできればすいません、もう流れちゃった、うん、大丈夫です、食べ放題で、食べ放題で、そうですか、1800円ですね。なるほど、はい、あとは、あとはメインの、メインがですね、はい、メインはもうお願いします、もう失敗したくない。来月ですね、3月16日、まあさっき結成して1年言ったっけ言いましたって言ったんですけども、ちょうど3月で1年を迎えるので、はい、初めて企画ライブをしようかなと思ってまして、はい、で3月16日に、白石のメロというところで、はいはい、ライブを企画しちゃってます。なるほど、ワンマンライブ、いえワンマンではなく、はい、ちょっと今までいろいろつながりのあったアーティストを集めていろいろコラボしたり
いろんなことをやったりってことで、ちょっと楽しくやろうかなと思って企画しています。そうですか。この時はカレーではなくて、この日はカレーではなくて、はい、ツードリンク、ツードリンク、おつまみ付き、いいですね。いいですね。いいですね。そして6組のアーティストが出ます。あ、見応えありますね。はい、これで1500円は安いのかなと思ってます。うん、ツードリンクって嬉しいね、はい、いやもう助かりますね、うん、だいたい6組見てたっけ、1組2組終わったらもう飲みしてるんでだいたいおかわりね必要だなと思う。なるほど。まあ、とりあえず2月の22日と3月の16日の情報をいただいたんですが、はい、それ以降とか他の情報を知りたい場合にはホームページですか。ホームページあります。はい、はい、ぜひぜひ。そうですか。これで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 お願いします。あ、出てます出てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これでこれでお願いします。なるほど、了解です。あと何か伝え忘れたこととかないですか。今日のライブのことについてでもいいですし。私たちは一応リンクトゥーノートということで、音でつながるということで、今までボーカルの方ですとか、ギターの方、あとはギター弾き語りの方ですとか、いろんな方とコラボをして演奏させていただいてますので、これからも私たちの演奏を聞いて、あ、なんか面白そうだからちょっとコラボってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒にやりましょう。お待ちしてます。どん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 つながっていく、はい、素敵ですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ素敵な演奏を聴かせていただきたいので、はい、1階の方で準備をお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。じゃあ足元気をつけて、はい、お二人は1階のスタジオでライブの準備をしていただきます。ここでもう一度ライブの情報についてお伝えしておきたいと思います。2月の22日、札幌住川のモダンタイムでライブがあります。ワンドリンクカレー食べ放題付きで1800円のお得なパックになっているそうです。それから3月の16日は1周年ライブということで、ライブ&ダイニングメロさんの方でライブがあります。19時オープン、19時30分スタートで、ツードリンクおつまみ付きの1500円ということになっているそうです。詳しくはリンクトゥーノートのホームページをご覧になってください。さあ、そろそろ準備は大丈夫ですか。はい、待ちます。あ、了解です。今行きます。では、ライブの方に移らさせていただきたいんですが、リンクトゥーノート1曲目は、新曲ですね、はい、コインゲームという曲をお送りしたいと思うんですけれども、この曲には、森さんもご参加していただく形でお願いしたいと思います、はい、了解です、はい、歌を歌うわけではありませんが歌は歌わないんですけど、ね、はい、途中でちょっとその名の通り、はい、コインのゲームが入る形、途中でやるんですね。曲の途中でコインのゲームが入りますので、はい、了解しました。ゲームの当たり外れで、バージョン分けした、バージョン分けされた演奏があるということで、うん、面白い、お楽しみになさってください。 はい、はい、
ではよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それではお聞きください、はい、コインゲームです。今度は表。当たりと外れを両方出していただいてありがとうございます。それは いまいち当たりなんだね。そうなんです。当たり当たりとかだと実はちょっとつまんなかったりするので、はい、よかったです。両方聞けてありがとうございます。よかったです。さて、いやパワフルですね。ありがとうございます。はい、ぜいぜいってそうですね。普段も結構博士太郎さんの情熱大陸だとか、うん、上原ひろみさんの曲とかをカバーさせていただいて、はい、全部が全部大体激しいので、はい、たまにこっちはシンバルで切って流血したりとかもそこはホラーな感じホラーな感じがたまにあるんですでは次の曲ですね、はい、次はちょっとしっとりとした曲で、お風呂場で思いついた曲ということでお風呂場で思いついた曲です、はい、
ということでお聞きください。しずくです。ありがとうございます。では続いてちょっと今激しいゆったりできたのでもう一回激しいのいきたいと思いますということでじゃあ続いてそのままお聞きください。ダイヤモンドダストです。
ありがとうございます。血飛んでないかな。っていうか爪飛ばなかった。飛びそうですよね。切れた？切れたかい？指飛んだ。あ、大変だね。すごい、すごい迫力。ありがとうございます。かっこいい。今2曲、しずくとダイヤモンドダスト続けてお送りしたんですけど、一応この曲ですね、2曲お互いに1曲ずつ作ったんですよ。はい、はい、でここで大体ライブの時皆さんにお聞きするんですけど、うん、どっちがどっちの曲を作ったでしょうっていう質問、はい、どっちだと思いますか。そうだな、多数決とかでも簡単すぎる、簡単すぎる。多数決なん？あ、なんでも多数決。じゃあ、しずくはしずくを私が作ったと、ケイネさんがしずくを作ったと思う人、ゼロゼロゼロ。本当にいいんですか？なんか当たるの？なんか当たればいいですよね。アールシャンプーは違う。じゃあしずくをじゅんが作ったと思う方。はい、なんかあれですよね、当たっちゃってなんか若干あれですよね。つまない感じのやつだ。あれですよね。あ、そうか、答え言ってた。答え言ってました。まあ、おっしゃる通り大正解で。大正解。そうなんです。さて、じゅんさん、これはどんな風に思いついて作った曲ですか？ちょうどですね、曲を作んなきゃならないという時にですね、すっごい体勢がおかしいですけど。立ちますか、うん、腰悪くするよ。あ、曲作んなきゃなと思って、はい、でまあ、なかなかうまくいかなくてですね、僕鍵盤も弾けないので、うん、でとメロディーが思いついたのがお風呂に入ってる時で、はい、ただいつも考えて忘れちゃうんですね。あ、例えばなんか職場で思いついて、あ、これだと思って家帰ったら、うん、なんだっけっていうことがあったので、うん、でお風呂場でバッと思いついて、はい、これはすぐ何か録音しなきゃすぐ忘れちゃうと思って、うん、マッパのまま今へ向かい、キーボードでテンテンテンって弾いて、マッパのまま、はい、マッパで作った曲です。で、しずくです。マッパで。マッパで、僕はいいんですけどね、やっぱダメかな。放送コードがね、ちょっとあれなのでね。で、まあ、その作った曲をできたよって聞いてもらって、うん、で、アレンジしてもらって作ったっていう流れなんです。1曲目はマッパでした。マッパになっちゃった。いい、バッチリ、すごい素敵だった。なんかあれですよね、マッパを作りそうに見えない顔してます。もうマッパになっちゃったもん。で、まあ、そんないきさつがあって1曲目ができ、で、はい、2曲目ですね、ダイヤモンドダスト、なんか激しいのを私が作ったということで、うん、なんでバレるんですかね。気性の荒さ出てますか。いやいやいや、そういうことではなくて、性格出ちゃった。いや、本当はこの曲はちょっと私の思い入れというか、うん、が詰まってて、はい、本当は私冬って大好きだったんですけど、さっき、はい、女性起業家の方も、はい、おっしゃってたように冬大好きだったんですけど、うん、私の地元がですね、豪雪地帯岩見沢ということでですね、岩見沢は、はい、ドラマみたいですね。で、岩見沢に住んでるんですけど、はい、屋根の雪下ろしとかで日々、うん、首の骨折ったりとかっていう感じで、うん、落ちる方がいらっしゃるんですけど、はい、うちの父もその一人でして、屋根の雪下ろし中にちょっとこう事故に遭いまして、はい、ちょっと重くなったんですよね。なので、うん、あ、冬好きだったのになんだこの野郎っていう感じでこの曲を。それ何、怒りというか、ちょっと怒りというか、なんかもう何っていう感じがにじみ出たのがこんな曲だったので、
ついあのゲームのラスボスみたいな曲になってしまいましたどう考えてもラスボスが降りてくるって言うんですよ、うん、これどうって相方に聞かせた瞬間、あ、うん、ラスボスだねって言われた。そうだ、うん、ね、そうマッパとラスボス、マッパとラスボスです、うん、ラスボスがマッパで降りてくるのラスボスがマッパで降りてやだどんなゲームそんなね、リンクトゥーノートのイメージがね、よくわかんない感じになるよね。いや、そういう感じだよね。あ、本当ですか、うん、よかった。だからなんかこう、ダイヤモンドダストとかっていうとこうキラキラキラっていう感じかと思ったら、いえー、マッパじゃないか間違えた大好きなの、うん、大好き ね、 ねちょっとこれ以上ボロが出ないうちに、いやもう3曲目、4曲目も楽しみにしてます。あ、今3曲あやりましたね、今で曲目次で実はラストの曲なんですけど、ね、お時間大丈夫、催促しない実はですね、私たちあのオリジナル曲がまだ少なくてですね、はい、これからたくさん作っていこうと思っているんですけど、実は4曲が限界ということで体力の限界でということで、あの時間は大丈夫ですか？大丈夫ですよ、もう全然大丈夫ですわかりました。では、冬で大丈夫冬でですね、なんかちょっとこう悲しい感じで終わったので、あの暑い夏に思いを馳せてなんで気持ち悪いあの次の曲は夏の曲なんですけど、はい、この曲は本当にまさに去年の夏作った曲で、うん、あの去年の6月か7月ぐらいにあの、うん、サマーズムーン、あ間違えたスーパームーンスーパームーンっていうのが出たと思うんですけど、うん、月と、地球がすごい接近して、はい、すごく大きく見えるっていう時ですね、うん、その時にたまたま藻岩山に行くかみたいな感じになって行って、あなんかすごい幻想的で綺麗だったよね、綺麗だなということで、あの思いついたのがこの曲なんですね。さっきさらっとあの名前を言ってしまったサマーズムーンという曲なんですけどそこに落ち着くわけ、そこに間違えてばっかりですね今日大丈夫大丈夫ということで、ちょっとしっとりした感じなんですけど、はい、あのゆっくりとお聞きください。はい、今日はありがとうございました。よろしくお願いします、はい、サマーズムーンです。
ありがとうございました。素敵な演奏でした。星のきらめきですか、はい、なんかチロリンってちょうどこれはあの、はい、街を見下ろしてて、うん、花火もちょうど山から街を見下ろしてて、はい、下の方で花火がやってたんですよ。あで花火を見下ろすってなかなかないですよね。うん、そうだね。僕はもうほぼあの花粉は叩かないかなとこの曲は思ってたんですけど、うん、ちょうどその花火を思い出して、はい、でその花火だけ入れてる。あ、花火なんだね。そうなんです、花火なんですね。それちょっとイメージして。なるほど。あとはキラキラは星ですね。うん、はい、すごいイメージが伝わってきましたね。なるほど、見ながらね、あ、イチャついてるイチャついてると思いながらちょっとロマンチックな気分に浸れるように作りました。なるほどね、すごい。やっぱりなんかこう月を見ながら聴きたくなるような曲でね。あ、すごい、月綺麗でしたよそうですよね。厚感があるよね。え、そこ自分雰囲気がなんかちょっと親父になっちゃったねあの今日はね、満月なんですよね、実はね。あ、そうなんですね、はい、すごい。そうでしょ。だからなんかこうこの曲のイベントにぴったりだなと思って、はい、よかった。帰りに月を見て、やっぱり適当なこと言ってなるほど。そう、帰りに月を見ながら。そうですね、吹雪いてないといいな、はい、雪は大丈夫みたいですよ。今日大丈夫ですかね。はい、じゃあまた今月も来月もライブあると思うので、はいはい、素敵な演奏をたくさんの方に聞かせてください。ありがとうございます、はい、リンクトゥーノートのお二人でした。はい、ありがとうございました。はい、それでは番組はエンディングです。はい、今日は時間を押してスタートしましたので、そろそろ10時を回っておりますけれども、はい、無事に2月の放送を終了することができました。ご視聴いただきました皆様、ありがとうございました。来月の放送は3月の15日になります。毎月第3土曜日の夜8時からが基本的なスタートの時間になってます。多少押すこともありますが、よろしくお願いいたします。非常に寒くなってます。北海道だけじゃなくって、関東でも随分雪が降っていますので、皆さんどうぞお気をつけください。今日もご視聴いただきありがとうございました。また来月お目にかかります。ありがとうございます。